はい、プラダンで作った型を今度はまた合板に移し取っていきます。今回も4ミリの合板を購入してます。はい、じゃあこいつをカットしていきます。はい、ちょっとした微調整を行って今こんな感じにはまりました。いい感じだと思います。であとはここにワンバイ材を貼り付けて骨を作っていきます。はい、ここに骨をつけていきます。これワンバイ3かな、ワンバイ2ですね。19×38 の板木です。ここにこいつを、貼り付けていきます。ちょっと何気にここが一番大事な工程だっていう認識をしています。はい、今度は一番上の方ですね。ここにもここも骨を入れていきます。はい、骨組みはこのような感じになりました。これを裏側からジグソーでカットします。はい、じゃあ今からこれを切り出していきます。こういうところですね、こういう部分を合板に合わせて、カットしていきます。はい、このような感じです。いい感じでぴったりはまりましたね。こういう感じですね。はい、じゃあ今日はねちょっと天気がいいので塗装をします。最終的には壁紙を貼るんですけれども、こういう木の枠とかチラチラ木目が見えるのが嫌なので、これを全部黒で塗装しておきます。はい、これで一旦乾燥させます。はい、じゃあ間仕切り壁の方がだいたい目処がついたので、今度はドアの方を作っていきたいと思います。ちょっと今分かりづらいんですけれども、この開口部のところに1枚、4ミリの合板を置いています。これをこの開口部に合わせて型取りをして、ドアを作っていきたいと思います。こういう感じですね。この線に合わせて今からカットしていきます。はい、材料の切り出しが終わったので、軽く組み立てていきたいと思います。
よいしょ。はい、仮打ちしたので今度は本打ちをしていきます。ですかね。とりあえず、長板を仮止めしていきたいと思います。使う長板はこれですね、フラッシュ長板。これミスミで買ってます。はい、じゃあ次は取っ手をつけていきます。取っ手はこれを使います。こういうタイプのものですね。これはメカ設計ではよくお世話になっている滝源さんのフラットラッチというものです。よくキャンピングカーで使ってる、ドアノブがあるんですけれども、売ってるんですけれども、あれだといかにもキャンピングカーみたいな感じであまり好きじゃなかったんですね。で、実際こういうフラットラッチというものを探してみて、両面表と裏から開けられるものって実際もうこのものしか存在してないんですよ。ちょっともうちょっとちっちゃいのが本当は欲しかったんですけれども、もうこれしか本当選択肢がなくてこれを購入しました。これは今横にこういう金具がついてて3方で締められる特殊なラッチなんですけれども、これはいりません。撤去してしまいます。これを今から取り付けていきたいと思います。なんかどうやらバラせない構造になってるようなので、ここをぶった切ります。じゃあこの毛がいた線でカットします。うん、だいたいいいですね。はい、今最終的にこのような形になりました。ちょっとねここの取っ手をつけるのがだいぶ往生したんですけれども、なんとか形にはなりました。こういう感じですね。でこの滝源の、ラッチにはここのキャッチャー部分がついてなかったので、ちょっと今からホームセンターに行って探していきます。で今ここに、鬼目ナットを打ち込んでます。ちょっともういろいろ考えた結果、ここはボルト止めにしようと思います。これがカバーなんですけれども(笑)このような感じですかね。で裏側というか運転席側はこんな感じですね。まあまあそこそこしっかりした扉ができたと思います。